アンベール王国は、インドのラージャスターン地方に存在したヒンドゥ王朝、ジャイプルハン王国とも呼ばれる。11世紀末、アンベール王国が建国された。この古称で呼ばれるのは、キルハンデーブが王位を継承した以降、1300年以降である。1562年、バールマルの時、ムガル帝国の皇帝アクバルに、娘ハルカーバーイことジョーダーバーイを嫁がせ、 帝国との同盟関係を構築した。16世紀後半、マーン・シングは、ベンガル地方やビハール地方、オリッサ地方に遠征し、帝国の東方への領土拡大に貢献した。ジャイ・シングは皇帝、アウラングゼーブの後位継承に大きく寄与した。シバージーの討伐にも参加し、プランダル条約を締結して事実上降伏させ、アーグラへと赴かせた。18世紀。 アウラングゼーブが死亡すると、アンベール王国は、その独立性を強めていった。ジャイシング2世は首都を、アンベールから、ジャイプルへと遷都し、ジャンタルマンタルなどを建設した。ジャイシング2世は、天文学者としても有名な人物であった。1818 18年4月2日、ジャガトシングは、軍事保護条約を締結し、アンベール王国はイギリスに従属する、反王国となった。 1947年8月15日、インドパキスタン分離独立の際、ジャイプルハン王国はインドへと併合された。ありがとうございます。